日本航空の国内線のファーストクラスで、垂水市の黒豚、桜島ビュートンを使った機内食の提供が昨日から始まりました。そのお味は？日本航空は垂水市の温泉水と湧き水で育てられた黒豚、桜島ビュートンを使った2種類の機内食を、昨日から一部の国内線のファーストクラスの夕食で提供を始めました。垂水市の尾脇市長たちが試食しているのは、ロース肉のミラノ風カツレツです。ビュートンの赤身肉に衣をつけ、バターとオリーブで揚げ焼きにしています。柔らかいですね。美味しい。急になんかこう、なんていうかな、ヨーロッパに行ったような感じのこのソース。トマトでちょっとスパイシー。もう一種類はビュートンに生ハムを乗せてオーブンで焼いたサルティンボッカ風です。いただきます。噛めば噛むほど伝わってくる豚肉の旨味に、この上に乗った生ハムがカリッと香ばしく焼き上げられているので、そのマッチングがいいですね。またこのポルチーニが香ってくるソースなんですが、やっぱり10月ということもあって、この季節柄の風味を味わうことができます。ミラノ風カツレツは今月末まで、サルティンボッカ風は今月20日まで午後5時以降の便で提供されます。豊富な食文化をですね、日本または世界に広げていきたいと、こういう強い思いで仕事をしておりますので、その中においてこのビュートンが選ばれたのは非常に感慨深いものもありますし、垂水市全体にですね、興味を持っていただいて、鹿児島にお越しいただくと、もうこういうふうな流れを作っていきたいかなというふうに思っております。日本航空によりますと、予約をした便に当日ファーストクラスの空きがあれば、追加料金でグレードアップできるということです。垂水市の黒豚、桜島ビュートン。この機会に空の上で味わってみてはいかがでしょうか。